現在ガルパはモルフォニカとテンスラコラボが開催しております。これによってですね約5年間で全バンドのコラボ1周目が終了しました。さて今後このコラボどうなってくるのか、今回はですねそれについてお話をしていこうかなと思います。まずはですね来年コラボの復刻はあるのかというところなんですけれども、これはもう全然すると思いますね。やはり相手次第ではあるんですけれども、基本コラボというのは双方にメリットがあるものなので、基本的には、再開催する方向で進んでいてもおかしくはないのかなと思います。さらに今年はですねリゼロコラボの再開催するだけでなくて、リゼロコラボ第2弾という新規コラボを一緒に開催したんですよね。それによって新規の方だけではなくて古参の方もですねガチャを引かせるような手法を編み出したんですよ。なので個人的には来年も全ユーザーがガチャを引くようなですね新規プラス復刻という形でコラボをやっていくと思ってます。そこで来年注目したいのがとある科学のレールガンコラボですよね。実はこれまでのコラボ復刻は開催された順番通りになってます。一番最初がペルソナコラボ、2番目がリゼロコラボ、3番目がレールガンコラボなので、順番通りだったら次はレールガンコラボの番になります。さらにとある科学のレールガンはとある魔術のインデックスのスピンオフ作品なんですよね。なので例えばじゃあとあるシリーズ全体でコラボするとなれば、新規のコラボでとある魔術のインデックスをコラボして、さらに復刻にはとある科学のレールガンをという形になるので、すごくいい位置にいるんじゃないかなと思うコラボです。同じくゾンサガコラボもまだ出ていないキャラクターがいますので、新規プラス復刻も狙える位置にいるコラボなのかなと思います。そしてコラボの2周目はあるのかというところなんですけれども、これは当然してくると思います。やはりコラボの再開催もですね、当然注目はされるんですけれども、新規のコラボの方が注目度は圧倒的に上なんですよね。なのでこれからもガルパンを運営していく上では、新規のコラボはどんどんやってくるんじゃないかと思います。来年は2週目になりますので、混合コラボやボーカル以外が星4になるといったこれまでにない形が可能になったんですよね。ただ混合イベントに関して言うと、やはり箱イベの方がファンが追いやすいという傾向はどうしてもありますので、原則は箱イベコラボだとは思うんですけれども、しかしバンドのイメージに合わせるとなるとコラボ相手が制限されることもあると思いますので、バンドではなく混合でキャラで合わせていく可能性も来年は出てきました。ただコラボするならば、やはり新規のユーザー獲得だけではなくて、既存のユーザー皆さんにもなるべく多くの方に楽しんでもらいたいなというところがあると思いますので、知名度が高い作品という路線は変わらないままなのかなと思いますね。これまで7バンドの作品を見たとしても、やったことはない、見たことはないけれども名前は知っているよという作品ばかりなので、やはりそこは大前提なのかなと思います。また通り部コラボはちょっとね例外だったんですけれども、カバー楽曲の兼ね合いもあるからか、2期または2作品以上あるものが選ばれる傾向もあります。さらに近年映像化されたまたはされる予定の作品という路線も変わらないままかなと思いますね。基本的にガルパは今が旬という作品を、コラボ相手にすることが多いので、来年もしコラボするとなれば2022年今年か、または、来年2023年にアニメ化されているまたはされていく予定の作品というのが来年のコラボ候補になってきそうですね。あとはですね、有名作品が多くて、おそらくアンケートでもたくさんコラボしてほしいよという案が寄せられているんですけれども、何かしらの問題でコラボが難しいと言われている会社との作品と、コラボができるのかっていうのもちょっと注目ですね。そして最後は来年はコラボが少なくなってくるだろうというところですね。やはり今年コラボが3回あったっていうのは、これはですね大型アップでの準備期間で、他になかなか力が入れられなかったので代わりにコラボを多く開催したんだと思います。なので大型アップデ後はやはり直後となるとメインストーリーやバンドストーリーだけでなくて、他にも 3D ショーとかいろんなところに力を入れなければならないので、そうなってくると来年は新規のコラボと復刻のコラボ、この2回が妥当になってくるんじゃないかと思われます。来年のコラボは本当に違った形でチャレンジすることもできますし、来年の一発目によって、今後のコラボの流れがまた決まってしまうこともあると思いますので、やはり来年のコラボの動向には要注目かなと思います。